銀河鉄道の夜、宮沢賢治。午後の授業。では皆さんはそういうふうに川だと言われたり、父の流れた跡だと言われたりしていたこのぼんやりと白いものが本当は何かご承知ですか？先生は黒板に吊るした大きな黒い星座の図の上から下へ白く煙った銀河帯のようなところを指しながら、みんなに問いをかけました。カンパネルラが手を挙げました。それから四五人手を挙げました。ジョバンニも手を挙げようとして、急いでそのままやめました。確かにあれがみんな星だといつか雑誌で読んだのでしたが、この頃はジョバンニはまるで毎日教室でも眠く、本を読む暇も読む本もないので、なんだかどんなこともよくわからないという気持ちがするのでした。ところが先生は早くもそれを見つけたのでした。ジョバンニさん、あなたは分かっているのでしょう？ジョバンニは勢いよく立ち上がりましたが、立ってみると、もうはっきりとそれを答えることができないのでした。ザネリが前の席から振り返って、ジョバンニを見て、くすっと笑いました。ジョバンニはもうどぎまぎして、真っ赤になってしまいました。先生がまた言いました。大きな望遠鏡で銀河をよく調べると、銀河は大体何でしょう？やっぱり星だとジョバンニは思いましたが、今度もすぐに答えることができませんでした。先生はしばらく困った様子でしたが、目をカンパネルラの方へ向けて、ではカンパネルラさんと名指しました。するとあんなに元気に手を挙げたカンパネルラが、やはりもじもじ立ち上がったまま、やはり答えができませんでした。先生は意外なようにしばらくじっとカンパネルラを見ていましたが、急いで、ではよし、と言いながら自分で星図を指しました。このぼんやりと白い銀河を大きないい望遠鏡で見ますと、もうたくさんの小さな星に見えるのです。ジョバンニさん、そうでしょ？ジョバンニは真っ赤になってうなずきました。けれども、いつかジョバンニの目の中には涙がいっぱいになりました。そうだ、僕は知っていたのだ。もちろん、カンパネルラも知っている。それはいつかカンパネルラのお父さんの博士のうちで、カンパネルラと一緒に読んだ雑誌の中にあったんだ。それどこでなく、カンパネルラはその雑誌を読むと、すぐお父さんの書斎から大きな本を持ってきて、銀河というところを広げ、真っ黒なページいっぱいに白い点々のある美しい写真を二人でいつまでも見たのでした。それをカンパネルラが忘れるはずもなかったのに、すぐに返事をしなかったのは、この頃僕が朝にも午後にも仕事が辛く、
学校に出ても、もうみんなともハキハキ遊ばず、カンパネルラともあんまり物を言わないようになったので、カンパネルラがそれを知って気の毒がってわざと返事をしなかったのだ。そう考えるとたまらないほど自分もカンパネルラも哀れなような気がするのでした。先生はまた言いました。ですから、もしもこの天の川が本当に川だと考えるなら、その一つ一つの小さな星はみんなその川の底の砂や砂利の粒にも当たるわけです。またこれを大きな父の流れと考えるなら、もっと天の川とよく似ています。つまりその星は皆父の中にまるで細かに浮かんでいる潮の玉にも当たるのです。そんなら何がその川の水に当たるかと言いますと、それは真空という光をある速さで伝えるもので、太陽や地球もやっぱりその中に浮かんでいるのです。つまりは、私どもも天の川の水の中に住んでいるわけです。そしてその天の川の水の中から四方を見ると、ちょうど水が深いほど青く見えるように、天の川の底の深く遠いところほど星がたくさん集まって見え、したがって白くぼんやり見えるのです。この模型をご覧なさい。先生は中にたくさん光る砂の粒の入った大きな両面の凸レンズを差しました。天の川の形はちょうどこんななのです。このいちいちの光る粒がみんな私どもの太陽と同じように自分で光っている星だと考えます。私どもの太陽がこのほぼ中頃にあって、地球がその近くにあるとします。皆さんは夜にこの真ん中に立って、このレンズの中を見回すとしてご覧なさい。こっちの方はレンズが薄いので、わずかの光る粒、すなわち星しか見えないのでしょう。こっちやこっちの方はガラスが厚いので、光る粒、すなわち星がたくさん見え、その遠いのはぼーっと白く見えるという、これがつまり今日の銀河の説なのです。そんなら、このレンズの大きさがどれくらいあるか、またその中の様々な星については、もう時間ですから、この次の理科の時間にお話しします。では今日はその銀河のお祭りなのですから、皆さんは外へ出てよく空をご覧なさい。ではここまでです。本やノートをおしまいなさい。そして教室中はしばらく机の蓋を開けたり閉めたり、本を重ねたりする音がいっぱいでしたが、まもなくみんなはきちんと立って礼をすると教室を出ました。2、活版所。ジョバンニが学校の門を出るとき、同じ組の7、8人はカンパネルラを真ん中にして校庭の隅の桜の木のところに集まっていました。それは今夜の星祭りに青い明かりをこしらえて川へ流すカラスウリを取りに行く相談らしかったのです。けれどもジョバンニは手を大きく振ってどしどし学校の門を出てきました。すると町の家々では今夜の銀河の祭りに
一位の葉の玉を吊るしたり、ヒノキの枝に明かりをつけたり、いろいろ支度をしているのでした。家へは帰らず、ジョバンニが町を三つ曲がって、ある大きな活版所に入って、すぐ入り口の計算台にいた、ダブダブの白いシャツを着た人にお辞儀をして、ジョバンニは靴を脱いで上がりますと、突き当たりの大きな戸を開けました。中には、まだ昼なのに、電灯がついて、たくさんの輪転機が、バタリ、バタリと回り、ヒレで頭を縛ったり、ランプシェードをかけたりした人たちが、何か歌うように、読んだり、数えたりしながら、たくさん働いておりました。ジョバンニは、すぐ入り口から、三番目の高いテーブルに座った人のところへ行って、お辞儀をしました。その人は、しばらく棚を探してから、これだけ拾っていけるかね、と言いながら、一枚の紙切れを渡しました。ジョバンニは、その人のテーブルの足元から、一つの小さな平たい箱を取り出して、向こうの電灯のたくさんついた、立てかけてある壁の隅のところへしゃがみ込むと、小さなピンセットで、まるで泡粒ぐらいの活字を、次から次と拾い始めました。青い胸当てをした人が、ジョバンニの後ろを通りながら、よう、娘金くん、おはよう。と言いますと、近くの四五人の人たちが、声も立てず、こっちも向かずに、冷たく笑いました。ジョバンニは、何遍も目を拭いながら、活字をだんだん拾いました。六時が打ってしばらく経った頃、ジョバンニは、拾った活字をいっぱいに入れた平たい箱を、もう一度手に持った紙切れと引き合わせてから、さっきのテーブルの人へ持ってきました。その人は黙ってそれを受け取って、かすかにうなずきました。ジョバンニはお辞儀をすると、扉を開けて、さっきの計算台のところに来ました。すると、さっきの白服を着た人が、やっぱり黙って、小さな銀貨を一つ、ジョバンニに渡しました。ジョバンニは、にわかに顔色が良くなって、威勢よくお辞儀をすると、台の下に置いたカバンを持って、表へ飛び出しました。それから、元気よく口笛を吹きながら、パン屋へ寄って、パンの塊を一つと、角砂糖を一袋買いますと、一目散に走り出しました。三、家。ジョバンニが勢いよく帰ってきたのは、ある裏町の小さな家でした。その三つ並んだ入り口の一番左側には、空箱に紫色のケールやアスパラガスが植えてあって、小さな二つの窓には、日覆いが降りたままになっていました。おっかさん、今帰ったよ。具合悪くなかったの？ジョバンニは靴を脱ぎながら、言いました。ああ、ジョバンニ、お仕事がひどかったろ。今日は涼しくてね。私はずっと具合がいいよ。ジョバンニは玄関を登っていきますと、ジョバンニのおっかさんが、すぐ入り口の部屋に白いきれをかぶって休んでいたのでした。
ジョバンニは窓を開けました。おっかさん、今日は角砂糖を買ってきたよ。牛乳に入れてあげようと思って。ああ、お前先にお上がり？私はまだ欲しくないんだから。おっかさん、姉さんはいつ帰ったの？ああ、3時頃帰ったよ。みんなそこらをしてくれてね。おっかさんの牛乳は来てないんだろうか？来なかったろうかね。僕行って、取ってこよう。ああ、私はゆっくりでいいんだから、お前先にお上がり？姉さんがね、トマトでなんかこしらえて、そこへ置いていったよ。では、僕食べよう。ジョバンニは、窓のところから、トマトの皿を取って、パンと一緒に、しばらく、むしゃむしゃ食べました。ねえ、おっかさん。僕、お父さんは、きっと間もなく帰ってくると思うよ。ああ、私もそう思う。けれども、お前はどうしてそう思うの？だって、今朝の新聞に、今年は北の方の漁は大変良かったと書いてあったよ。ああ。だけどね、お父さんは、漁へ出ていないかもしれない。きっと出ているよ。お父さんが監獄へ入るような、そんな悪いことをしたはずがないんだ。この前お父さんが持ってきて、学校へ寄贈した、大きなカニの甲羅だの、トナカイの角だの。今だって、みんな標本室にあるんだ。6年生なんか、授業の時、先生が代わる代わる教室へ持っていくよ。お父さんは、この次は、お前にラッコの上着を持ってくると言ったね。みんなが僕に会うと、それを言うよ。冷やかすように言うんだ。お前に悪口を言うの？うん。けれども、カンパネルラなんか、決して言わない。カンパネルラは、みんながそんなことを言うときは、気の毒そうにしてるよ。あの人は、うちのお父さんとは、ちょうどお前たちのように、小さい時からのお友達だったそうだよ。ああ、だからお父さんは、僕を連れて、カンパネルラの家へも連れて行ったよ。あの頃は良かったな。僕は学校から帰る途中、たびたびカンパネルラの家に寄った。カンパネルラの家には、アルコールランプで走る汽車があったんだ。レールを7つ組み合わせると丸くなって、それに電柱や信号表もついていて、信号表の明かりは汽車が通る時だけ青くなるようになってたんだ。いつかアルコールがなくなった時、石油を使ったら、釜がすっかりすすけたよ。そうかね。今も毎朝新聞を回しに行くよ。けれども、いつでも家中、まだシーンとしているからな。早いからね。ザンウェルという犬がいるよ。尻尾がまるでほうきのようだ。僕が行くと鼻を鳴らしてついてくるよ。ずーっと街の角までついてくる。もっとついてくることもあるよ。今夜はみんなでカラスウリの明かりを川へ流しに行くんだって。きっと犬もついていくよ。そうだ。今晩は銀河のお祭りだね。うん。僕、牛乳を取りながら見てくるよ。ああ、行っておいで。川へは入らないでね。ああ、僕岸から見るだけなんだ。1時間で行ってくるよ。もっと遊んでおいで。カンパネルラさんと一緒なら、心配はないから。ああ、きっと一緒だよ。おっかさん、窓を閉めておこうか。ああ、どうか。
もう涼しいからね。ジョバンニは立って窓を閉め、お皿やパンの袋を片付けると、勢いよく靴を履いて、では1時間半で帰ってくるよ、と言いながら暗い戸口を出ました。4. ケンタウル祭の夜。ジョバンニは口笛を吹いているような寂しい口つきで、ヒノキの真っ黒に並んだ町の坂を降りてきたのでした。坂の下に大きな一つの街灯が青白く立派に光って立っていました。ジョバンニがどんどん電灯の方へ降りていきますと、今まで化け物のように長くぼんやり後ろへ引いていたジョバンニの影帽子は、だんだん濃く黒くはっきりなって、足を上げたり手を振ったり、ジョバンニの横の方へ回ってくるのでした。僕は立派な機関車だ。ここは勾配だから早いぞ。僕は今その電灯を通り越す。さあほら、今度は僕の影帽子はコンパスだ。あんなにくるっと回って前の方へ来た、とジョバンニが思いながら、大股にその街灯の下を通り過ぎた時、いきなり昼間のザネリが新しい襟の尖ったシャツを着て、電灯の向こう側の暗い工事から出てきて、ひらっとジョバンニとすれ違いました。ザネリ、カラスウリ流しに行くの？ジョバンニがまだそう言ってしまわないうちに、ジョバンニ、お父さんからラッコの上着が来るよ。その子が投げつけるように後ろから叫びました。ジョバンニはバッと胸が冷たくなり、そこら中キーンとなるように思いました。なんだいザネリー、とジョバンニは高く叫び返しましたが、もうザネリは向こうの火花の植わった家の中へ入っていました。ザネリはどうして僕が何にもしないのにあんなことを言うんだろう。走るときはまるでネズミのようなくせに、僕が何にもしないのにあんなことを言うのはザネリがバカなからだ。ジョバンニはせわしくいろいろのことを考えながら、様々な明かりや木の枝ですっかりきれいに飾られた町を通っていきました。時計屋の店には明るくネオン灯がついて、一秒ごとに石でこさえたフクロウの赤い目がくるっくるっと動いたり、いろいろな宝石が海のような色をした厚いガラスの盤に乗って星のようにゆっくり巡ったり、また向こう側から銅の人馬がゆっくりこっちへ回ってきたりするのでした。その真ん中に丸い黒い星座早見が青いアスパラガスの葉で飾ってありました。ジョバンニは我を忘れてその星座の図に見入りました。それは昼学校で見たあの図よりはずーっと小さかったのですが、その人、時間に合わせて盤を回すと、その時出ている空がそのまま楕円形の中に巡って現れるようになっており、やはりその真ん中には上から下へかけて銀河がぼーっと煙ったような帯になって、その下の方では
かすかに爆発して、湯気でも上げているように見えるのでした。また、その後ろには、三本の足のついた小さな望遠鏡が、黄色に光って立っていましたし、一番後ろの壁には、空中の星座を、不思議な獣や、蛇や、魚や、瓶の形に描いた大きな図がかかっていました。本当に、こんなような、サソリだの、勇士だの、空にぎっしりいるだろうか。ああ、僕は、その中をどこまでも歩いてみたい。と思っていたりして、しばらく、ぼんやり立っていました。それからにわかに、おっかさんの牛乳のことを思い出して、ジョバンニは、その店を離れました。そして、窮屈な上着の肩を気にしながら、それでもわざと胸を張って、大きく手を振って、街を通っていきました。空気は澄み切って、まるで水のように、通りや店の中を流れましたし、街灯は皆、真っ青な、もみや、奈良の枝で包まれ、電気会社の前の、6本のプラタヌスの木などは、中にたくさんの豆電球がついて、本当にそこらは、人魚の都のように見えるのでした。子供らは、みんな、新しい織のついた着物を着て、星巡りの口笛を吹いたり、ケンタウルス、チーを振らせと叫んで走ったり、青いマグネシアの花火を模したりして、楽しそうに遊んでいるのでした。けれどもジョバンニはいつかまた深く首を垂れて、そこらの賑やかさとはまるで違ったことを考えながら、牛乳屋の方へ急ぐのでした。ジョバンニはいつか町外れのポプラの木が幾本も幾本も高く星空に浮かんでいるところに来ていました。その牛乳屋の黒い門を入り、牛の匂いのする薄暗い台所の前に立って、ジョバンニは帽子を脱いで、こんばんは、と言いましたら、家の中はシーンとして誰もいたようではありませんでした。こんばんは、ごめんなさい。ジョバンニはまっすぐに立って、また叫びました。すると、しばらく経ってから、年取った女の人が、どこか具合が悪いように、そろそろと出てきて、何か用かと、口の中で言いました。今日、牛乳が僕んとこへ来なかったので、もらいに上がったんです。ジョバンニが、一生懸命、勢いよく言いました。今、誰もいないでわかりません。明日にしてください。その人は、赤い目の下のとこをこすりながら、ジョバンニを見下ろして、言いました。おっかさんが病気なんですから、今晩でないと困るんです。では、もう少し経ってから来てください。その人はもう行ってしまいそうでした。そうですか。では、ありがとう。ジョバンニはお辞儀をして台所から出ました。十時になった町の角を曲がろうとしましたら、向こうの橋へ行く方の雑貨店の前で、黒い影やぼんやり白いシャツが入り乱れて、六七人の生徒らが、口笛を吹いたり、笑ったりして、めいめい、カラス売りの明かりを持って、やってくるのを見ました。その笑い声も、口笛も、
みんな聞き覚えのあるものでした。ジョバンニの同級の子供らだったのです。ジョバンニは思わずドキッとして戻ろうとしましたが、思い直して一層勢いよくそっちへ歩いていきました。川へ行くの？ジョバンニが言おうとして、少し喉が詰まったように思ったとき、ジョバンニ、ラッコの上着が来るよ。さっきのザネリがまた叫びました。ジョバンニ、ラッコの上着が来るよ。すぐみんなが続いて叫びました。ジョバンニは真っ赤になって、もう歩いているかもわからず、急いで行き過ぎようとしましたら、その中にカンパネルラがいたのです。カンパネルラは気の毒そうに、黙って少し笑って、怒らないだろうかというように、ジョバンニの方を見ていました。ジョバンニは逃げるようにその目を避け、そしてカンパネルラの背の高い形が過ぎていって間もなく、みんなは天でに口笛を吹きました。街角を曲がるとき、振り返ってみましたら、ザネリがやはり振り返って見ていました。そしてカンパネルラもまた、高く口笛を吹いて、向こうにぼんやり見える橋の方へ歩いて行ってしまったのでした。ジョバンニは何とも言えず寂しくなって、いきなり走り出しました。すると耳に手を当てて、わーと言いながら片足でぴょんぴょん飛んでいた小さな子供らは、ジョバンニが面白くて描けるのだと思って、わーいと叫びました。まもなくジョバンニは黒い丘の方へ急ぎました。5、天麒麟の柱。牧場の後ろは緩い丘になって、その黒い平らな頂上は、北の大熊星の下に、ぼんやり、普段よりも低く、連なって見えました。ジョバンニは、もう、梅雨の降りかかった、小さな林の小道を、どんどん登っていきました。真っ暗な草や、いろいろな形に見える、藪の茂みの間を、その小さな道が一筋白く星明かりに照らし出されてあったのです。草の中にはピカピカ青光を出す小さな虫もいて、ある葉は青く透かし出され、ジョバンニはさっきみんなの持っていったカラスウリの明かりのようだとも思いました。その真っ黒な松や奈良の林を越えると、にわかにガランと空が開けて、天の川がしらしらと南から北へ渡っているのが見え、また頂の天麒麟の柱も見分けられたのでした。釣り金草か野菊の花がそこら一面に夢の中からでも香り出したというように咲き、鳥が一匹丘の上を鳴き続けながら通っていきました。ジョバンニは頂の天麒麟の柱の下に来て、ドカドカする体を冷たい草に投げました。町の火は闇の中をまるで海の底のお宮の景色のように灯り、
子供らの歌う声や口笛、キレキレの叫び声もかすかに聞こえてくるのでした。風が遠くで鳴り、丘の草も静かにそよぎ、ジョバンニの汗で濡れたシャツも冷たく冷やされました。ジョバンニは町の外れから遠く黒く広がった野原を見渡しました。そこから汽車の音が聞こえてきました。その小さな列車の窓は一列小さく赤く見え、その中にはたくさんの旅人がリンゴを剥いたり笑ったりいろいろな風にしていると考えますと、ジョバンニはもう何とも言えず悲しくなって、また目を空に上げました。ああ、あの白い空の帯が、みんな星だと言うぞ。ところが、いくら見ていても、その空は、昼、先生の言ったような、がらんとした冷たいとこだとは思われませんでした。それどころでなく、見れば見るほどそこは小さな林や牧場やらある野原のように考えられて仕方なかったのです。そしてジョバンニは青い琴の星が三つにも四つにもなって、チラチラ瞬き、足が何遍も出たり引っ込んだりして、とうとうキノコのように長く伸びるのを見ました。また、すぐ目の下の町までが、やっぱりぼんやりしたたくさんの星の集まりか、一つの大きな煙かのように見えるように思いました。6銀河ステーション。そしてジョバンニはすぐ後ろの天気輪の柱がいつかぼんやりした三角標の形になって、しばらくホタルのようにベカベカ消えたり灯ったりしているのを見ました。それはだんだんはっきりして、とうとう凛と動かないようになり、濃い恒星の空の野原に立ちました。今新しく焼いたばかりの青い鋼の板のような空の野原にまっすぐにスキッと立ったのです。するとどこかで不思議な声が、銀河ステーション、銀河ステーション、という声がしたと思うと、いきなり目の前がパッと明るくなって、まるで億万のホタルイカの火をいっぺんに化石させて、そこら中に沈めたという具合。また、ダイヤモンド会社で値段が安くならないために、わざと取れないふりをして、隠しておいた金剛石を誰かがいきなりひっくり返してばらまいたというふうに、目の前がさーっと明るくなって、ジョバンニは思わず何遍も目をこすってしまいました。気がついてみると、さっきからごと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 ジョバンニの乗っている小さな列車が走り続けていたのでした。本当にジョバンニは夜の軽便鉄道の小さな黄色の電灯の並んだ車室に窓から外を見ながら座っていたのです。車室の中は青いビロードを張った腰掛けが
まるでがら空きで、向こうのネズミ色のワニスを塗った壁には、真鍮の大きなボタンが二つ光っているのでした。すぐ前の席に、濡れたように真っ黒な上着を着た背の高い子供が、窓から頭を出して外を見ているのに気がつきました。そしてその子供の肩のあたりが、どうも見たことのあるような気がして、そう思うと、もうどうしても誰だかわかりたくて、たまらなくなりました。いきなり、こっちも窓から顔を出そうとしたとき、にわかに、その子供が頭を引っ込めて、こっちを見ました。それは、カンパネルラだったのです。ジョバンニが、カンパネルラ、君は前からここにいたの？と言おうと思ったとき、カンパネルラが、みんなはね、ずいぶん走ったけれども、遅れてしまったよ。ザネリもね、ずいぶん走ったけれども、追いつかなかった。と言いました。ジョバンニは、そうだ、僕たちは今、一緒に誘って出かけたのだ。と思いながら、どこかで待っていようか。と言いました。すると、カンパネルラは、ザネリはもう帰ったよ。お父さんが、迎えに来たんだ。カンパネルラは、なぜかそう言いながら、少し顔色が青ざめて、どこか苦しいという風でした。するとジョバンニも、なんだか、どこかに、何か忘れたものがあるというような、おかしな気持ちがして、黙ってしまいました。ところがカンパネルラは、窓から外を覗きながら、もう、すっかり元気が治って、勢いよく言いました。ああ、しまった。僕、水筒を忘れてきた。スケッチ帳も忘れてきた。けれど構わない。もうじき、白鳥の停車場だから。僕、白鳥を見るなら、本当に好きだ。川の遠くを飛んでいたって、僕はきっと見える。そして、カンパネルラは、丸い板のようになった地図を、しきりにぐるぐる回して見ていました。全くその中に、白く表された天の川の、左の岸に沿って、一条の鉄道線路が、南へ、南へと、たどっていくのでした。そして、その地図の立派なことは、夜のように真っ黒な盤の上に、いちいちの停車場や、三角標、泉水や、森が、青や、大ダイヤ、緑や、美しい光で散りばめられてありました。ジョバンニは、なんだかその地図をどこかで見たように思いました。この地図はどこで買ったの？黒曜石でできてるね。ジョバンニが言いました。銀河ステーションでもらったんだ。君、もらわなかったの？ああ、僕、銀河ステーションを通ったろうか。今僕たちのいるとこ、ここだろう？ジョバンニは、白鳥と書いてある停車場の印のすぐ北を指しました。そうだ。おや？あの河原は月夜だろうか。そっちを見ますと、青白く光る銀河の岸に、銀色の空のすすきが、もうまるで一面、
風にさら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 揺れて動いて波を立てているのでした。月夜でないよ、銀河だから光るんだよ、ジョバンニは言いながら、まるで跳ね上がりたいくらい愉快になって足をコツコツ鳴らし、窓から顔を出して高く高く星巡りの口笛を吹きながら一生懸命伸び上がって、その天の川の水を見極めようとしましたが、はじめはどうしてもそれがはっきりしませんでした。けれどもだんだん気をつけてみると、そのきれいな水はガラスよりも水素よりも透き通って、時々目の加減かちらちら紫色の細かな波を立てたり、虹のようにギラッと光ったりしながら、声もなくどんどん流れていき、野原にはあっちにもこっちにも輪郭の三角標が美しく立っていたのです。遠いものは小さく、近いものは大きく、遠いものは橙や黄色ではっきりし、近いものは青白く少し霞んで、あるいは三角形、あるいは四辺形、あるいは稲妻や鎖の形、様々に並んで野原いっぱい光っているのでした。ジョバンニはまるでドキドキして頭をやけに振りました。すると本当にそのきれいな野原中の青や橙やいろいろ輝く三角標も、天でに息をつくようにちらちら揺れたり震えたりしました。僕はもうすっかり天の野原に来た、ジョバンニは言いました。それにこの汽車、石炭を焚いてないね。ジョバンニが左手を突き出して窓から前の方を見ながら言いました。アルコールか電気だろう、カンパネルラが言いました。ごと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 、その小さな綺麗な汽車は空のすすきの風に翻る中を、天の川の水や三角点の青白い尾行の中を、どこまでもどこまでもと走っていくのでした。ああ、リンドウの花が咲いている。もうすっかり秋だね。カンパネルラが窓の外を指さして言いました。線路のへりになった短い芝草の中に、月長石ででも刻まれたような素晴らしい紫のリンドウの花が咲いていました。僕飛び降りてあいつを取ってまた飛び乗ってみせようか、ジョバンニは胸を躍らせて言いました。もうダメだ、あんなに後ろへ行ってしまったから。カンパネルラがそう言ってしまうかしまわないうち、次のリンドウの花がいっぱいに光って過ぎていきました。と思ったら、もう次から次からたくさんの黄色な底を持ったリンドウの花のコップが湧くように雨のように目の前を通り、三角標の列は煙るように燃えるようにいよいよ光って立ったのです。ご視聴ありがとうございました。序盤は少し重く退屈に思われたかもしれませんね。私は今窓から六分咲きの桜を見ています。
寒さの後に桜がパッと咲くように、今、ジョバンニたちの目の前にも、リンドウのお花が広がってきました。この銀河鉄道の夜は、1924年に書かれて、その後も、宮沢賢治さんが、生涯をかけて、推敲を重ねられた作品です。だから、まだ、完成しきらずに、色や形を変えながら、今もここに生きているように思います。ここまでは、厳しい状況のジョバンニにも、そのままを受け止めていてくれるお母さんがいて、そこに息をつける場所があって、よかったなと感じました。この後、2回に分けて配信し、最後に一つにまとめられたらいいなと思っていますが、そこに巡ってくるどんなシーンが、皆さんの心に飛び込んでくるでしょうか。ではそれまで、今年の桜を楽しんで、また次回、お会いしましょう。ゆうかでした。